主の部屋を確認したいフクロウと寝る準備中の飼い主です。毎日ではありませんが、よく見る光景ですね。フクロウ部屋に帰ってもらっては戻ってくるを何度か繰り返します。朝も仕事が休みの日などは時々こんな感じです。飼い主が寝るとき、いないときは移動できないように通行止めにしますが、いるときは基本的に部屋の行き来は自由です。自分のテリトリーではないと分かっているのか、部屋のチェックに余念がないのか、とてもおとなしくなります。自由にさせているとそのまま寝始めるので、安全な場所という認識ではあるようです。とはいえ、ずっと飼い主の部屋にいてもらっても困るので、今日も帰ってほしい飼い主と帰りたくないフクロウの攻防が始まります。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。